久保さん。なんかね、本があったんですけど、サービスの精神はありがとうから生まれるにしましょうか。これじゃ本ありました。サービスの精神はありがとうから生まれると。どうすかねどうすかねなんか当たり前のことなんだけど、当たり前のことはできないっていうね。だからまあ、なんすかね僕いろんな人の本見てきたりとかしてるんですけど、まあ、究極みんな当たり前のことなんですよね。 だつまり当たり前のことまあまあできればまあまあのとこ行くよっていう話で。うーん。なんかみんなすげーテクニカル的なのが欲しいんですけど、こありがとうってテクニックなのかな久保さんありがとうってテクニックっすかねありがとうと思うことはテクニックなのかなか感謝の気持ちを持つとかテクニックっすかね <laughs> うーん。だからまあ今ね、僕新商品出して、まあ今日で締め切りで結構、 まあ安いっていうのもあるんですけど結構まあ買っていただいていてまあ熟成さんも含めてまあその稼いでる人も買っていただいたりとかうーんまあすげえありがたいなと思うんでまあこれから頑張っていかないといけないなっていうだからその僕はそのありがとうと思,い思うからもっと頑張っていこうみたいな、ね、もっとまあ、うん、まあいつも通りですけど動画の方やっていこうって思いますしうん。 これがなですかね。まあ、あとはね、人数がね、例えば、久保さんも今まで多分、なですかね、商品を、うーん、なんか、まあ、1回のプロモーションでですよ、1回のプロモーションで、多分、1000人とか2000人を売るってことはないと思うんですよあ。まあ、100、200、300とか多くてもね。うーん、なんかその、そ数が少ないと、そのお客さんも見えるしね。 もう一気にその何万とかの受注が入ると多分お客さん見えないと思うんですけどまあまあ多くても数百ぐらいだったらなんかお客さんの顔見れるじゃないですか見れるというか感じれるというかでこれもなんか少なくやってるメリットですよねあこの人また買ってくれたみたいなまたタイから注文入りましたからね久保さんタイからこの前動画送ってもう買わなくていいっすよみたいに言ったんですけどまたタイからご注文がいただきました いやありがたいですね。タイからまた買っていただいて。相当買ってますよ。うん、相当買っていただいてます。もうほぼ毎月買ってるんじゃないかぐらいずっとタイから買っていただいてるんですけど。<laughs> うん。ありがたいですね、ほんとに。まあだから僕はまあ、まあこれからもね、まあ行動し続けるというか、みんな行動できないんでなかなか。う でもね、嬉しいのが、まあ今回ちょっとね、どうなんだろうと思ってた部分あるんですよ。要はそのブラックな思考術っていう、そのマインドの商品なんですよね。思考術っていう。なんかその、なんとかで儲ける方法とかね。そういうのじゃないですよ。思考術っていう商品なんですよ。思考術。<laughs> これ、大丈夫かなってちょっと思ってたんですけど、あの、いい感じです。<laughs> うん まあでも今回の結果を見てやっぱまあそこはやっぱまあねあのまあ僕もいっぱい発信してるんでやっぱそこがやっぱ欠けてるんだなっていうかそこが重要だなっていうのはちょっと感じてくれてるのかなっていうのはまあ今回のまたね今日なんですか残りもうちょっとありますけどまた伸びると思うんでうんなんかちょっとううあ,あれでしたね あ結構まあ買ってくれる人いるんだみたいなね儲かる方法じゃないですけどね、うん、はいでは